皆さん、こんにちは。本日は、教員採用試験の数学。えー、まあ図形問題ですね。やっていきたいと思います。はい、早速ですが、右図において、この切り口の、えー、面積ですね、求めてくださいという問題です。で、この問題どうすればいいかと言いますと、まずこういった切り口がどういう形になるかというふうに言いますと、結局これっていうのは、楕円が出てきます。で、楕円で具体的にどうなるかと言いますと、まずここが、まあ3、ね、これは一応半期になりますので、この、 縦の長さは3。で、横の長さに関して、これ60度っていう風に分かってるので、まあ、1対2対ルート3って考えてあげると、結局この長さ倍にすればいいから6とすることができます。つまり、楕円の方程式。まあ、こんな感じにすることができて、こういった形ができますので、はい、えー、6の事乗で36分の x 事乗3の事乗で9分の y 事乗これが1という式が出てきます。はい、あとは36倍してあげてっていう風に計算すると、はい、y イコール2分の1のルート36マイナス x 事乗こういった形にすることができます。 で今回求めたい面積はいこっち側部分ですので、まあ、この面積を s としてあげましょう、えーまあ、そうすると s の値っていうのは結局2倍のここの部分っていうふうにすることができますで0から6までの、まあ、こういう積分になりますよね はい。で、この式において、まあ、x を 6sinθ と、あ、サイン t ですねっておくことによって、dx。まあ、こういった形にすることができます。で、それぞれ、ま、どう変化するかって考えてあげると、s の値。はい。まあ、こういった感じにすることができて、そしたら36でまとめて1、1枚は sin2 乗なので cos2 乗になるとすることができる。あ、コサインすることができる。であとは6 c o s ン t だから結局合計して、こんな感じ。 ゃあとはもう計算してあげるといいでしょう。で、計算してあげてっていう風にやっていくと、はい、答えは 9π。こんな感じで答えることができます。まあ、楕円の面積に関してですね、まあ、実際にこんな感じで、まあ、積分とか使って求めることができるよっていうことを、ぜひ押さえておくと良いでしょう。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。